ハドソンは Java で実装され、アパッチトムキャットやグラスフィッシュなどのサーブレットコンテナ上で動作する継続的インテグレーションツールである。ハドソンは CVS やサブバージョンなどのバージョン管理システムツールをサポートし、アパッチアントやアパッチ名 n で管理されているプロジェクトのタスクを実行したり、シェルスクリプトや Windows のバッチファイルを実行することができる。 ビルドはクロンのようなスケジュール機構、他のビルドが完了した場合、あるいは特定のビルド URL がリクエストされた場合などによって実行される。ハドソンはサンマイケロシストムズの下でオープンソースとして開発されていたが、2010年のオラクルによるサン買収によりコミュニティが離脱、商標問題へと発展した。最終的にコミュニティは、 ジェンキンスという名称でのフォークを行った。2011年5月3日、エクリプスファンデーションは、ハドソンの中心コミッターであるオラクル、ソナタイプや他のコミュニティサポーターと共に、ハドソンを中核コードと問題のある商標を含めて、エクリプスファンデーションに移行する正式な提案を行った。ハドソンを作った川口康介はオラクルが、ジェンキンスの検証を移行するのを確認し、 我々がオラクルと妥協点を見つけるために話し合った時、彼らははっきりとした形で商標保持を放棄するつもりはないという意思を持っていた。しかし、この意向でオラクルはジェンキンスプロジェクトと共に放置することができないことをはっきり認めたようなものだ。と述べている。川口はまたオラクルが 著作権の合法的な再割り当てやエクリプスファンデーションへの移行にあたりハドソンの知的財産をすべて再ライセンスできるのか疑問を呈した。2012年末にプロジェクトは GitHub からエクリプスファンデーションへ移行した。同年5月以降、ソースコードへのコミットはほとんどない。一方ジェンキンスは改善が何回か行われている。ありがとうございます。